そうなります。アウスエズメカニックの父です。いつも動画ご覧いただき誠にありがとうございます。今回もですね、入山が定休日の日に私一人で作業しております。ちょっとね、作業のご紹介をまたさせていただこうかなと思っております。いつもですね、最近本当にたくさんのご入稿いただいておりまして、この後ろにも CLA205、CLS257、204、そして222と今回の主役 YouTube 見てますというお言葉、本当に嬉しく思っております。そしてこうやってですね、作業をご依頼いただけていることをですね、幸せに思ってですね、皆様のご期待に添えるように頑張っていきたいと思っております。今後ともよろしくお願いします。じゃあ早速 CLA のオートマオイル交換の動画ですね、見ていこうと思います。はい、CLA の、メルセデスベンツ C117 CLA250 フォーマチックスポーツというグレードになります。はい、中期ですね。今様子をといってもオイル交換、フィルター交換は終わりまして、今オイルの量も点検してアダプションもし終わった後でございます。もう終わってんじゃんっていう思うかもしれませんけど、250なんでね、180と比べると排気量も 1.6 から2リッターに進化して、さらにパワフルになって、同じ270エンジンとは思えないぐらいパワフルなエンジンになっているモデルでございます。でね、250スポーツなんで目が赤いんですね。で、180はないんですけど、250はここにコーナリングランプがついてたりとか、いろいろとなんか差別化がされております。されておってですね、なかなかかっこいいし、よく走るし、これもなかなかクロート好みというか、4号まで行くとうるさいし、よく走るんですけどうるさいし、すごい燃費悪いんで、そこまではちょっといいかなっていう方にはぜひね、250が、180だとちょっとやっぱりどうしても足らないんで、パワートルクっていうのが、250は本当に皆さんも満足されるモデルの時代かなと思います。作業終わってんじゃねえかって話なんですけど、これみんななる、最近良くなってるよねっていう部分が一つございましたので、ちょっとそれをご紹介というか見ていただこうと思います。本来ここにこのようにノズル、パイプがついて、ここにエアクリーナーがつく。で、エアクリーナーから吸った空気がここに入ってターボに入っていくという形になるんですが、このインテークパイプがですね、このようにつきます。なのでとてもカタツムリに近いですね、ターボの。ここがターボで、やっぱすごい熱になります。今もちょっとアダプションでエンジンかけたんですが、それだけでこんなに、その熱のせいでですね、インテークパイプこうやって穴開いちゃうんですね。これはもう材質的に仕方がないのかな。もう柔らかさで例えるならカントリーマームですね。もうこのようにこうやって、こんな感じで取れちゃうんで、本当にそんな熱で劣化しちゃうんですね。これもだからなんか再生プラスチックの影響かなと思ったり、こんなに本当につく場所としては本当にここなので、ここにこうつきます。そら無理でしょってぐらい近いので、本当に指が入らないぐらいの隙間しかなくて、近いのでもうしょうがないかなっていう感じがします。もう10年選手なんで前期型。そして、なんとここだけこうやって部品出るんですけど、これこのパイプアッセンブリーで部品出るんですけど、前期後期というか途中でここの形が変わったんです。まあ、正規の話で言うと、エアクリーナーボックスアッセンブリーで全部変えないとつかないっていう話に なっちゃいます。なんでそんなふざけたことするんだっていう話なんですけど、形、ここの取り付ける形がまっすぐかちょっとこうウェーブしてるかみたいな違いだけなんですけど、それでつかない。そこの形を変えることに何のメリットがあるんだっていう。メリットがあるとしたら、メーカー側のメリットからすると、これでエアクリーナーボックスが1個売れるっていうメリットかなと思ったりもするんですが、ふざけんなよって話なんで、
で、まあちょっと、大体ここ、僕の場合はここの接着切ってですね、ここから先付け替えるような形で対応させていただいております。もったいないんで。はい。というわけで、これから、組んでですね、試運転行きたいと思いますので、ちょっと試運転の内容も撮っていけたらなと思っております。さあ、というわけで、試運転すべて終わりまして、組み終わりましたので、試運転行っていきたいと思います。NTG、この前期型の CLS のクーペのナビがですね、NTG5 のスター1になったモデルが中期型と呼ばれるモデル。試運転行きましょう。試運転の時は特にやっぱりデュアルクラッチのトランスミッションでなんか滑ってる感じがしないかとか、シフトショック、パーキングからドライブに入れた時とかバック入れた時とかのシフトショック、セレクトショックですね、だったりとかギアチェンジの時のシフトショックが出ないかどうか、シフトダウンの時にショックがないかギクシャクしてないか、そういう部分もすごく大事な部分になってきます。めっちゃ早いな。やっぱ普段180の B クラス乗ってるんで余計比較できるんですけど、アクセル踏む回路に対してやっぱ250はちょこっと踏んだだけでスーッと走ってくれるので楽ですね。めちゃくちゃ滑らか、超いいですね。また180に比べるとこの250の方が、まあ四駆ってこともありますけど、やっぱり本当にトルクもパワーも桁違い、桁は変わんないですけど、全然違いますので、すごく乗りやすいですね。で、音がいいんですね。マフラー、ターボも大きいターボがついて、排気量も大きくなって、いかつめのマフラーがつくので、後ろから心地いい部分、本当に心地いいマフラーの排気音が、スーッと入ってきて、それもすごくいいなぁと思える部分ですね。少し180に比べると大きめのブレーキがついたり、そのおかげで16インチ確か履けないはずなんですけど当たっちゃって、でも制動もすごく制動力もあって安定してるし、余裕がある。まあ結局燃費は多少180より悪いですけど、税金は 1600cc と 2000cc なんで変わんないので、僕は買うときに余裕があるならこの250の方がいいかなと思ったりします。ただやっぱり180に比べると圧倒的に玉数がないので、この年式がいいなとかそういうので絞っていくと本当に何もない、よっぽど運が良かったりしないとないことが多いのが250。まだCLA は250ちょっとあるイメージありますけど、やっぱり C クラス変えちゃったりするぐらいの金額になるので、どうしてもこのコンパクト FF ベースのフォーマチックでこの金額を出せる方っていうのはやっぱちょっと贅沢な方、新車時は本当に贅沢な車なので、玉数がないってのが一つデメリットというか、探すのが大変、年式とか距離とか色とかどうでもいいよみたいなことだったらすぐありますけど、やっぱりこの色がいいな、内装はこれがいいな、スポーツかでなんかレザーエクスクルーシブがつくかどうかとか、そういうのでも変わってきちゃうので、でも一度やっぱこの250フォーマチック、また C クラス以上の FR プラットフォームの車とは全然違う動きしてとても楽しいんで、でやっぱデュアルクラッチ独特のキビキビ走る感じもあるので、一回味わえる機会があったら皆様味わっていただきたいなと思えるモデルの一つですね。
はい、というわけでめちゃくちゃ調子いいです。やっぱこうやってオートマオイル変えて乗って、あ、やっぱ滑らかになったなとか、まあアダプションしたっていうのもあるんですけど、滑らかになったりこういうのを実感すると、やっぱりあのメルセデスのシャシーの良さというか、補強、まあ床が分厚いだの、そのストラットの頭がごついだの、そういうことも含めてシャシーがすごいいいなっていうのを改めてやっぱ感じて、だからこそどのモデル乗ってもいいなと思うんですけど、特にこの車もやっぱりバランスがすごく良いので、本当に皆様にお勧めしたい一台ですね。というわけでですね、今回このような形で、基本的にこんな感じでですね、すべてのお預かりした車は試運転をさせていただいております。特に、車検とかでもですね、試運転しないと分かんないことって多々あります。なので試運転はすごく大事な、確認する症状を確認する、現状車がどういう状態だよっていうのを確認するっていう意味と、整備終わった後にちゃんとそういう気になった部分が治ってるかどうか、そういうのを確認するっていう意味でとても大切な作業になっております。なのでこのように安全運転で試運転させていただいております。めちゃめちゃ程度のいいというか快適な最高な一台に仕上がったと思います。はい、というわけで、この後ですね、最終チェックですね、またもう一回上げて漏れの確認、締め付けの確認でアンダーカバーつけたり、いろいろ細かいところやって整備完了となります。はい、というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。またですね、チャンネル登録、コメント、高評価いただけるととても励みになります。よろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。